月25日木曜日、日朝同盟の時間です。私たちは朝鮮半島の事情を正確に日本社会に伝えるために5年にわたり続けてきたわけです。その間に一番大きな問題として取り上げたのは2020年1月末に金正恩総書記が心臓手術をしてフランス医師団が引き上げた後、全くどうなったかわからない状態、そこで私たちは心臓手術はしたけれども、失敗したと、成功しなかったことによってお亡くなりになったということを申し上げ、その後は実際は実質妹のキム・ヨジョンさんが2月から続けて、表はキム・ジョンウンの偽キム・ジョンウンが顔を出しニュースにもなり、いかにもキム・ジョンウンが生きて政治をやってるかのような演出を続けてきたわけ。だからその一番変化の象徴的に言えるのはトランプ大統領とハノイ合い、その前にシンガポールで会ってる、その写真が時々出ます、そのキム・ジョンウンの表情、表現方法、顔つき、よく見たら今の映像に映っている偽キム・ジョンウンの顔は別人のように見えるわけです。やればよく似てるような錯覚を起こすんだけれど、やっぱり本物とはかなり の印象には差がある、無理はやっぱりバレるであろうと思われるような、しかし今バレてるはずなのに、未だにみんながキム・ジョンウンは生きていると信じ込んでるわけですね。だからこれはまあ一つの不思議だけど も私ははっきりと 100% 偽物が映像に映って、全ての北朝鮮における政治判断、全ての支持系統は妹のキム・ヨジョンさんが やってきた、これはもう間違いのない事実や、まあ、そこでいつまで続けるのか、この偽キム・ジョンウン体制を、また実際はキム・ヨジョンさんが、まあ、今年および去年からの1年間の間に今まで完全な黒子でやってきたのが表に出始めたわけです。で、いざという時に決断したことに対しても、まあ、ニュースにおいてもキム・ヨジョンが発言したと、重要な効果的意見を、キム・ヨジョンの発言というのはちょこちょこ出るようになってきてる。ということと、キム・ジョンウンの奥さんの姿は未だに出てこない。偽キム・ジョンウンは頻繁に出てくるが、奥さんは絶対出てこない。おそらく、ヨジョンさんの手で隔離されておるか、すでに死亡しておるかもしれない。そういう点も、まあ、明らかであって、誰もが触れないけれども、まあ不思議な問題だと私は思うんです。
借金中の借金の女房の、うん、その姿が消えちゃって、うん、それについての何なら説明がない、うん、だからそういうことで、うん、もう限界が近づいてきたなと、うんうんうん、これ日朝首脳会談の北村茂さんの動きが始まっておると、うんうん、もう2年前ぐらいから始まっておる、うん、それが着々と実現に向かっている方向であるような話の今日の1限目の、うん、朝鮮総連のやる朝鮮人学校の4年生の生徒が北朝鮮に訪問すると、うんまあ、いうことからしての、まあ、日朝間の交渉の成果である、うんうんそういう動きが、まあ、表面にパッと出てきたときに、うん、あれトランプがもし大統領になった場合は、うん、トランプはそういうものを日本の動きをどう捉えるかは別にアメリカの大統領としての立場で北朝鮮へ行くであろう、うん、というのは北朝鮮は前のシンガポール、ハノイと違って、うん、今ロシアの一部と見てもいいと、うんうんうん、ロシアの一部として捉えてもおかしくないほど、うん、軍事同盟を中心とする経済問題からあらゆる科学技術や原子力の問題、原発の問題も含めて一体感を作り出している。トランプが大統領になった場合はロシアとアメリカ大統領は非常に近い関係になるであろうと、個人的にピタッと合うんです、うんうん、となれば北朝鮮に訪問するのも、うん、ロシアと話し合いするのも、うん、同じ方向で共通点がいっぱい出てくるわけで、うんうん、簡単に私はアメリカ、ロシア、北朝鮮が組むことになる、うん、そうなると日本の存在価値が非常に薄くなっちゃう、うんうん、アメリカという大国による北朝鮮に直接の手を出された場合、うんまあできるならばそれ以前の日本と北朝鮮の首脳会談ができる、うん、9月、10月、うん、11月前にできるということが望ましいんではないかと私は思います、うんそういう形で、北朝鮮情報は日本には全くと言ってほど入ってきておりません。この実践実学大学の山口教授の LINE で入ってくる情報がほとんど唯一と言っていいぐらいのものではないかと、それも知らないようなことを我々この番組で述べておるということで、それなりの責任も重くなっております。また実践実学大学としての山口教授に対する妨害工作も増えております、そういうつもりで、我々も覚悟を決めて、危険と直面しながら、この尊い情報を発信しているわけです、視聴者の皆さんもそういうことを踏まえてこの情報がいかに正確であるか、そして真実であるか、これを承知していただき
その点を理解していただきたいと思います。今日も山口教授による北朝鮮情報をお願いいたします。実践実学大学の山口です。まあ北朝鮮情報として、まあいろんなランダムで入ってくる情報を、まあ整理してお話しできる時もあるんですが、まあいろんな情報が入ってきて、これ整理しないまま情報そのままをお伝えすることもあります。これから申し上げるのは、北朝鮮のグループのそのオンライン博打の運営が日本で行われていることがこの見えてきました。こうしたグループは日本人になりすました IT 技術者がオンラインで IT 関連業務を受注しているんですね。すでにアメリカあるいは韓国籍や中国籍になりすました北朝鮮の IT 技術者がアメリカ企業などの下請けに潜り込んで、そういう実態がちょっと見えてきました。一方北朝鮮はそうした正規のビジネスに絡もうとするだけではなくてアングラ経済にも、進出をしてきていると。その北朝鮮の IT 組織は、京阪情報技術交流社というのがありまして、これが違法賭博サイトを制作して韓国の暴力団に販売していることがこのほど明らかになったんです。この暴力団は北朝鮮組織に制作依頼した数千件もの、賭博のサイトを販売して、で数千億円もの収益を得ていると言われております。韓国のオンライン博打の規模もそれほど大きなものになっているんですね。ともあれ確信犯的に違法賭博を行う業者からすれば、闇の存在である北朝鮮組織はまたとないパートナーであろうと思います。オンラインなら国境を越えて会う必要はない。北朝鮮と組んで荒稼ぎをもくらむ勢力はこれからもどんどん増えてくるものになるんではないかということが、忠告をされております。これは北朝鮮の情報なんですけれども、これに付随するような話でこれから今までこの総裁が常に言われている日朝同盟、これを早く構築して、後ろにいるソ連ともロシアともつながりを作ったらどうかということを盛んに言われておりまして、日本では民団という韓国系の団体と、それから朝鮮連という北朝鮮系統の人たちの集まりの団体がある。これが2つがどうしてどうにか一緒の方向に進めてもらいたいもんだということを常々、言われております。この兆候が現れたことをこれから申し上げたいと思うんですが、在日韓国人の、団体で在日大韓民国、まあ、民団といいますが、この中央本部の新任団長に神奈川県本部の常任顧問のキム・イジュ、もう64歳ですが、この人が選ばれたというのはあまり公的には、されておりません。そこで民団とこの民団の中央本部と韓国の大使館に、ちょっと話を聞いてみたんですが、東京の韓国中央会館で開かれた第56回定期中央大会県団長選挙でキム・リジュ常任顧問が347票を取ったと。それで2位は今までの副団長だったキム・テフン中央本部の副団長だったのが128票ですから、大体まあ3倍弱このキム・イジュ氏が取ったと
ということなんですね。任期はこれから3年続くんですが、この問題は、問題といいますか、注目されることは、キム・イジュ団長は、まあ、世代交代の推進とか、さまざまな人材活用、それから差別とヘイト発言の根絶と、こういうことも表向きの公約を掲げて、立候補してたわけですが、在日三世として、三世、在日、在日の三世なんです。一世、二世の情熱を受け継いで、次の世代に民団を継承していく。数多くの危機を克服してきた民団の底力を地方本部支部参加団体の英知を結集して明らかにしていきます。こういうようなことを団長当選と同時に、まあ、言っております。キム、ところがこのキム・イジュ団長は、出身を調べると南部朝鮮初級学校、それから神奈川県の朝鮮学校の中等部、高等部を卒業しているんです。まあ明らかに、朝鮮総連の出身者と、じゃないかと思われるくらいなんですね。ただし、大学は関東学院大学を卒業した後、神奈川県の青年会議所の会長をはじめ、神奈川県事業本部の監査委員長、それから神奈川県の本部の団長をやったりで、そういうのを歴任してきていたわけなんです。それで、民団の関係者によると、金二重氏は中央本部団長として初めての朝鮮学校出身、朝鮮学校は、在日朝鮮人総合連合会、朝鮮総連系の学校で、北朝鮮との関係を理由に東京都など一部の自治体から運営費補助金の支給を打ち切られていると。こういう中での民族教育を掲げながら韓国国籍の学生も多数在籍しているんだということをこれから強調していくと。なお新体制では中央本部の副団長の、法院今までの、組織の中の団長副団長が辞退して、それで北海道本部の常任顧問がここに入ってきたということなんですね。もう要するに、神奈川県は箱根とかそれから小田原、あの地域をこう地盤としている、朝鮮人韓国人、こういう人たちが非常に多いわけですが、その中の中心で出てきた金理事氏、これが、この出身が朝鮮学校を卒業しているだけに、今後の運営について全く今までは民団とそれから朝鮮総連はもう確実に、もう一線どころか二線も三線も引かれてて接触がなかったのが、これからは両団体の接触が始まるんじゃないかと、こういうふうに言われておりまして、この総裁が常々言われた日朝同盟のその一番元である日本において、両団体が対立していることはおかしい、これが一本にならないかということを盛んに言われていたのですが、これを今後の民団と朝鮮連のつながりはかなり、こう親しく接触していくんじゃなかろうかというふうなことを思います。そういうあのたまたま偶然に朝鮮人学校の人たちが選んだのは、はい、まあ、朝鮮半島統一を前提に日本における北と南の、うんうん、まあ、一体感を作るために大きな力が動いたのは、うん、ということでしょう。そうですね、うん。